今回は英語ノートを使って家族手帳を作ってみました。ファミリーカレンダーはよく見るんですけれども、家族の手帳というのがなかなかないので、手作りしても面白いと思います。まず家族のアイコンシールは、こちらもマスキングシールを使っています。こういった感じのアイコンのシールがあります。日付のところもシールになっているんですけれども、今回の新商品はこちらがメインになっています。こちらが家族のスケジュールを表した線になっています。保育園から小学生のお子様がいらっしゃる家庭にぴったりの内容になっています。お兄ちゃんお姉ちゃんのスケジュールなどを細かく表記できるようになっています。こちらはママの予定が入っていたり、パパの予定が入っていたり、あとは文字も入っています。書き込んで貼ることができます。